小袖は日本の伝統的衣装の一つ。現代日本で一般的に用いられている和服のもととなった衣類である。袖口の開きが大きく、袖丈一杯まで開いている袖の形状を大袖というのに対し、小袖は袖口の開きが狭いことからついた名称である。白輪槌藤鼓模様小袖江戸時代東京国立博物館像。 彦根屏病部部分右の少女は、銀青字に、朱の稲妻分、左の女性は、場将分の小袖を、着用染め分けさ、綾地雪は山吹模様こそで、江戸時代東京国立博物館像うこん臨土派、勝負花束模様こそで、江戸時代東京国立博物館像黒臨土、演習模様こそで、江戸時代東京国立博物館像、菱川諸の室、見返り美人、 江戸時代東京国立博物館像女性は、ヒーロ地に花輪模様の原読小袖を着用する。模様は地に日繍で表したものとみられる。区下小族において、平安時代初期までは下着として炭が使われたが、中期以降の国風文化交流に伴う復職の変化により、炭は巨大化して、下着としての用をなさなくなった。その代わりに、 庶民の着ていた筒袖の着物を下着として着用するようになる。このような公家小束の下着として加えられた小袖は当時の庶民衣類の転用と考えられている。文献では藤原頼長の日記、大記に小袖の記述が見られ、絵巻では平治物語絵巻や小川寺園絵巻などに大袖の衣類の下に小袖を着用している様子が描かれている。 岩手県平泉の中村寺根寺起動の趣味段下に収められていた藤原本平着用のものが現存最古の小袖とされる。平安時代後期から鎌倉時代初期には貴族の間に爆発的な小袖ブームが訪れ、内木の下に豪華な織物で仕立てた小袖を何重にもまとうことが流行するがあまりにもお金がかかるためにしばしば禁止令が出される。そのため、 室町時代まで、貴族や武士などの上層階級では、小袖は下着の扱いのままであった。室町時代後期になると、下国城や治安の低下などから、袖が小さく活動的な小袖が表着として、武家の夫人の清掃に採用されるようになり、安土桃山時代には、お市の型肖像画に見られるような、豪華な打ち掛け型の小袖などが作られるようになった。また、 武士の霊装となった上下でも、小袖を表に出す着方が通例となり、小袖は上着に昇格した。この頃の小袖は桃山小袖と言われる。その後、江戸幕府による首脳交渉の身分制により、武士などの上層階級では、小袖の柄きが固定化されてしまうが、京、大阪などの髪型や、江戸の富裕な町人は平和になった余力を優位に向けるようになり、 手の込んだ小袖が誕生する。しかし、やはり壁に過ぎるとして、しばしば、江戸幕府より近霊が出ている。また、北海道、唐と北方領土の役へぞの間でも小袖が着用された。この時代の代表的な小袖として、慶長小袖漢文小袖元禄小袖がある。江戸時代も、後期を過ぎると、公家の間でも、儀式以外では小袖を着るのが通例となり、 また、小袖時代の袖も平和な時代の中でカビになり、巨大化して、振袖が誕生。そのため、小袖という、名称自体が、実態に合わなくなり、使われなくなってしまった。現在では、小袖というと、側体や十二単など宮廷装束の下着を指す。安土桃山時代に流行したタイプの小袖で、女性でもついたけに仕立てられる。 南蛮貿易によるキリシタン文化の影響も受け、特に暮れないを多用した大胆で派手ながら、色使いのものが多い。時代の活気を反映してか、刺繍を全体に巡らしたり、辻が花染めを多用しているのも特徴である。この時代の代表作としては、男性では、山形県米沢市に伝わる上杉謙信の遺品や、久能山東照宮にある徳川家康の遺品、女性では、 高大寺所蔵の高大院の打ち掛けが挙げられる。板坂占い人氏、覚書によると、家康は、きらびやかな小袖を特に好んでおり、日本一生結構なことは家康に始まるとあり、家づくりが結構なことは秀吉に始まると、比較させている。ただし、桃山小袖は、縦糸が弱い練り抜きであるため、現存する小袖で、保存状態が良いものは少ない。 官営年間頃に流行したタイプの小袖。かつては、慶長年間頃の作とみなされていたことから、この名がある。地に暮れない、白、黒、黒茶などの色を用い、直線や曲線で、抽象的な区画に染め分けた中に、主に、スり白と刺しゅうによって、小模様ながらを表す。色調が、桃山小袖に比べて暗いのが特徴とされる。奈良県立美術館にある。 伝与度伝像に描かれているものが代表的な形状小袖とされる。万事、漢文年間頃に流行したタイプの小袖である。漢文六年漢行の小袖ひな型本、おひいな型にこの様式の小袖が多く収録されることからこの名がある。模様の表し方に特色があり、右肩を起点として、左肩及び右裾方向に図柄が展開し、 左裾に余白を設けるのを典型とする。技法的には、かのこのような絞り染めと刺繍を併用するものが典型的であり、模様は大柄で、文字を模様として使うのも特徴とされる。この様式の代表的な作例として、京都国立博物館像の濃い茶、朝字菊白紋用花扉がある。この小袖から、現在の和服のように袖幅を大きく仕立てるようになる。 この流行を作ったのは、徳川和子とされ、和子の御用達だった仮金屋には、注文が殺到して、大儲けしたという。後に、この仮金屋から、玄読文化の重要な担い手だった、小型光林、小型健山兄弟が誕生している。玄読年間に流行したタイプの子袖で、流行の発信源は、髪方の町人であったとされる。友禅の誕生により、 自由に模様を描き、明るい色彩が特徴とされる。菱川諸信の代表作、見返り美人の着物は、この原読こそでである。平和な時代が続き、庶民が次第に力を蓄え、武士以上の豪奢な着物を着用するようになると、江戸幕府は、死の向正未分確定のために、薬器となって次々と禁令を発したのは先日の通りである。また、大奥においては、 こと細かに夫人の着物を規定したため、次第に身分によって着用される柄が固定化していった。また、元禄以後も小袖には流行があったが、文化史上小袖とは呼称しない。戦術のように、江戸幕府は大奥での着物をこと細かに規定し、それが大名家にも普及し、上流武士階級全体で大奥監修に準じるようになっていった。江戸中期の 聖徳雛形では、御所風と武家風の小袖が掲載されるが、いずれも、町方と大差なく、上流武家独自の小袖の衣装が発生、定着するのは18世紀後半以降のようである。ただし夏の冷蔵である腰巻きの衣装は、元禄年間に遡ることが、国立歴史民族博物館所蔵の、小袖天平部により知られる。なお、ここで言う武家は、 大名クラス以上のことである。その規定は、などである。これほど規定が決まっていると、創意工夫を凝らす余地は、ほとんどなく、江戸時代中期以後、武士階級から、着物の流行が生まれることは二度となかった。文様は、花鳥風月、主に結び花イコール花束。鼓など紐を伴う器物もこれに準ずる。鳥はあまり例がないの刺繍の間に、夕食文様がまんべんなく、 全体に散らされているもの、また、源氏物語などの古典文学や、能の風景から画題を取った、御書芸文様に大部されるが、口述する句芸や、庶民の着物に対して、柄行きの大胆さにかけ、余白を嫌う傾向が挙げられる。大奥の規定では、地黒、地白、地赤の三色は輪図を使用、結び花の間に、夕食模様を散らした刺繍柄とする。これは、ゴーセック。 式日と呼ばれる礼装であった。夏は、チジロとジグロの同様の柄の絹、縮みや麻を使用した。通常の略礼装には、いわゆるご所ょという、細かな風景柄とし、これは、原則的にリンズに使う三色以外、萌え木、紫、空色などのちりめんを使う。なおおめみえいかは、上級の女中がリンズを使用するときには、空色ちりめんのご所ょを用いるのが通例であった。 初代名家では少しずつ規則をことにしたようである。ただし18世紀後半以降に発生したとみられる上流武家小袖の柄が短期間に初代名家に広がったことは注目すべきで、当時の高級小袖がほとんど京都で作られていたこと、初代名の制裁が江戸に居住していたことから多くの影響がたたく間に及んだ可能性が高い。これらの複雑な制度は、 江戸幕府の崩壊により消滅し、その後、家族となった大名家には引き継がれなかった。現在、茶屋知事といわれる文様は、この武家の小袖で夏服として定められたものが残ったものである。公家社会で小袖が着用されるようになったのは平安後期からであるが、本来は小族の下着であった。しかし、と、はずがたり、竹向ききには刺繍の小袖が見られるなど、 次第に装飾性を高めたようである。関門日記には、白絵、カタスソなどの華やかな小袖の記事が見られ、京都に所在した武家政権との相互の影響により、小袖が多用されたことは確かである。しかし、戦国時代のお湯天井日記などには、小袖の具体的な衣装を伝える記事が少なく、室町後期、戦国時代の実態はよくわからない。小水農院の 当時年中行事によれば、白や勾配などのフォーマルな小袖と、様々な生地で作られる小袖が区別されているようである。徳川和子の時代をきっかけにこの様々な小袖が、宮中で成功し、御所染め、御所模様は、高級な小袖の故障として、江戸中期までの文献に参見する。その後、次第に、着用のルールが定められたと考えられるが、その正確な年月は、 はっきりしない。江戸前、中期の御所小袖は、国立歴史民俗博物館所像の小袖天表部に、数点見られるほか、御所ひな及び、聖徳ひなに、そのデザインが紹介されている。御所ひなには、後世の釘小袖にもある、立木模様も見られるものの、立木模様は、江戸中期には民間にも流行した柄であり、総じて民間の小袖と大差のないものである。 上流武家の小袖同様江戸後期には固定化が進み、洗練された気品を高めるのと引き換えに、他の階級に対する影響力を失ったようである。基本的には、冬服として、貝取り、愛服、夏服として一重、人絵、聖火服として、片平という区分があった。貝取りは、いわゆる打ち掛けと同じもので、京都の剣術家としても知られる、吉岡則久が発明したとされる。 憲法染めの貝取り、刺繍や染めで模様の入った模様の貝取り、刺繍でなく染めで模様を表した染模様の貝取りの大まかに三種があった。このうち黒字である憲法染めの貝取りは内木袴装族に匹敵する清掃として扱われ、貝取りの上に袴を着用することもあった。貝取りの下に着用する藍木は二十八歳までは農職。 29歳から40歳までは、くれないじりめん、40歳以上は白羽二重と、規定されていた。ただし、羽織る、貝取りの色に規定はなかった。なお、江戸後期までの宮中では、ドンス小袖やカタッソ、折筋などの特殊な小袖が使用されたが、明治以降断絶している。一とは、現在の着物とよく似ているが、お箸織を作らずに、引きずって着用された。 カタビラは、刺繍や染めで模様が入った、細染めと浴衣によく似た、ちじろの二種があった。細染めは袴を着用して、清掃とすることもあった。素材は、絹ではなく麻で、現在の着物と同じようにお箸織りを作って着用された。古くは、素材にかかわらず、裏地のない夏洋服を、カタビラと呼んだが、江戸時代には、絹製のものを、一重、え、麻製のものを、 カタビラと呼ぶようになった。クン社会では、小袖はあくまで、二番手の衣装だったため、武家社会より規定は緩かった。柄行きは、花鳥風月を基調としており、花の折絵だと、夕食文様を飛び柄で入れたり、立ち木模様など、着物全体を使って、刺繍や染めで文様が入っており、漢文小袖に似た雰囲気がある、などの特徴があった。江戸後期の遺品に関して言えば、 上流武家の小袖の柄が細かく密なため早長な気品を持つのに対し、公家のそれは柄が大きく文様の間に余白を取っているので洗練された気品を持つと言える。また、文字の入ったものや巻物などの小道具を立木模様の中に配したものもあるが、そうじて物語や用曲などから取られたことを明らさまに示すものは少ない。これらの小袖は明治時代の復古化。 西欧冠のために徐々に衰退し、おつぼねでの部屋木などに限られていった。昭和天皇によるおつぼねの廃止は、決定的な打撃であったが、帝名皇后は、昭和時代初期の大宮御所において、できる限り九州を復活することに努めている。しかし、帝名皇后の崩御とともに、皇室の表舞台から完全に廃絶した。現在は、九中三殿の賢どころに仕える。 わずかな上官のみ、この風俗を守っているが、内商店は、上主以外は、犯人官相等の下級女官であったため、袴の下に着る、略礼装の憲法と細染めに刺繍があるほかは、冬は、飛び色夏は、白の無紋のこそげに限られる。庶民の着物は、江戸幕府の相続く、倹役令により、次第に、裏地や裾など、目立たない部分への贅沢に目が向けられるようになる。 そこに入れられる文様は、幕府の禁制により、夕食古日文様が使えなかったこともあり、身の回りの雑貨をデフォルメしたユニークなものまであった。また、地域差が非常に激しく、家政文化の頃、江戸では、江戸妻と言われる足元に模様を入れることが流行ったのに、対し、上方では、島原ぐるわに由来する、島原妻と言われるご妻に模様が入れることが流行った。その後、 江戸妻は留め袖の原型になったのに対し、島原妻は情報限定の流行で終わった。着物の世界でも、この頃には、江戸上院の傾向が見られたのである。また、脇に、身やつ口をつけるようになったのも、庶民の小袖が発祥なのだが、この起源は着用の便利を図るため、放熱のため、または、遊女の発案によるなど、諸説あり期限は、はっきりしない。 留め袖にしろ、三八口にしろ。現在の着物の原型は、この頃の庶民の着物に端を発するものが多い。その流行の発端を作るのは、対外遊女、芸者、そして歌舞伎役者であった。ただし、これらの流行の恩恵に預かれるのは、地方の富裕な町人止まりであったと考えられる。打ちけは、庶民には無縁のものと考えられているが、 釘や武家に準じた身分を持つ町人などの中には、家の儀礼などに打ち掛けを着用する者もいた。ちなみに、時代劇では、庶民の着物は黒入りと決まっているが、この流行は、幕末のものであり、元禄時代が、舞台の、水戸黄門に出てくるのはおかしい。小袖には、他に、布子と称されるものがあった。木綿の綿を入れて着る小袖である。ありがとうございます。